どうも皆さんこんにちは、レトです。今回はですね、特別牛乳という名前の牛乳を取りに行きたいと思います。前回はバナナを取りに行くと聞かされてブドウを取りに行ったので、ちょっとまだ半信半疑なんですけど、ちゃんと牛乳取りに行くよね。今日は牛乳、ちゃんと牛乳取りに行くということで安心です。そしてその牛乳を取った後は、後ろにいるフードコーディネーターのサッコさんに美味しく調理していただこうと思ってます。でしかし今回はどこ行くんだっけ。神奈川県にある子供の国の中の牧場で特別牛乳という基準の牛乳が作られているらしくて。何が特別なの。そう、なんか日本全国で4カ所しか製造することができない特別な基準の牛乳らしくてですね、その特別牛乳を関東で飲めるのはこの牧場だけ。あ、すごい。すごい。で今回はちゃんと乳搾りからやるんだっけ。そうそうそう、あの乳搾りは小学5年生以来。私、雪印子供の国牧場の生産部をやってもらっております秋野と申します。よろしくお願いします。お願いします。あ、じゃあまずここの牧場の紹介をしていただきたいんですけど、ここの牧場はですね、まず中央に牧場がございます。そこの牛から搾られた牛乳でプラントが成り立っております。あとはですね、動物園もありますし、大きなレストランもございます、ね、もう一つその牛乳で作られたソフトクリームの販売所もございます。サングリーンを作り始めたきっかけはですね、ここの子供の国牧場に遊びに来ていただいたお客様に、ぜひここで搾られた牛乳を飲んでいただきたいという理由から始まりました。その特別なその理由あるんですか。はい、牧場で搾られた牛乳を同じ敷地内の工場で製造された牛乳でしか特別牛乳というのは書かれてはいけないんですね。それともう一つは殺菌工程で、ここは低温殺菌というものを使用しております。それも特別牛乳の条件の一つに入っています。63度から65度で30分以上を保持することが条件となっております。それの違いは何ですか。まず大きな違いは牛乳本来の風味が損なわれないんです、ね、なるほど。なのでその低温殺菌の牛乳を飲まれた時に、牛乳本来の味が楽しめる形になっております。飲みたいね。飲みたい。特別牛乳お好きですか。はい、私は好きですね。まあ実際私も作ってるんですけども大好きです。今まで皆さんはその牛を見て、その牛から搾られた牛乳というのを飲んだことございますか。ない。見たことないです。ないですね。ここの牛乳はそれができます。どんな牛さんから出た生乳なのかというものを、牛の顔を実際見ることができるんですね。それは一番大きな利点だと思います。よし、じゃあまずいきますね。まずこの桶膜をしっかり握っていただいて、上から順番 1,2,3 で出てきます。多いですね。上手ですね。 生温かい。白黒のお牛さんがホルスタイン種っていう種類のお牛さんでして、1日出してくれる牛乳の量がだいたい30キロから45キロほどと言われてまして、茶色お牛さんですね、ジャージー種と言われるお牛さんでして、牛乳の中に含まれている乳脂肪分っていうのがとても高くて、とても濃厚な牛乳を出してくれているんですね。チーズとかバターとかを作る原料とかにも使われたりしています。この牛舎で暮らしている牛さんの牛乳が 100% あのサングリーに使われています。そうなんです。ジャージー牛もホルスタイン種も全部一緒になってます。牛、ヘイヘイ牛、ベベー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 ベー。はい、ということで今からですね、僕たちはこの3つの牛乳の中からどれがサングリーンの牛乳かというのを、分かんない、ちょっと利き牛乳を今からしたいと思っています。分かんないね。1番目、じゃあ乾杯。乾杯。濃厚。コクがある気がする、うん、意識しすぎてかな。うん、 OK、 覚えた覚えた。おお、美味しいぞ。いつも俺が飲んでるやつみたいな。うん、私もいつもこれ飲んでる気がする。あー、普通にうめえ。はい、決めました。せーの。あ、すごい。誰？え、大輝くん。僕2番。あ、2番。俺3。私3。正解は正解は正解はすごい。
え、なんで3番選んだの？こっちの方が濃い気がした。美味しかった。美味しかったね。美味しかった。はい、大丈夫です。はい、今目の前にあるのはですね、あのサングリーンを使ったラーメンということで、うん、早速いただきますか。いただきましょう。いただきましょう。なんかちょっとカルボナーラみたいな。本当だね。うん。うまっ。すごい濃厚な汁。すごいミルキー。なんかパスタに合いそう。ラーメンも美味しかったわ。うん、ミルクラーメン、牛乳ラーメン。ミルクラーメン、あれ意外だったね。ね、あれ合うとは思わなかった。うん、麺との組み合わせが意外だったからね。そう、それびっくりしたから、なんかどうせなら、それをもうちょっと、その延長線上でなんか。スープパスタ？ああ、食べたことはないけど、なんか。冬の野菜入れて。それ絶対美味しい。ブラックさんにしたら美味しそうかも。超クリーミー、見た目だけが。見た目だけでもクリーミー。甘さがある。初めてからその、ちょっと甘みのあるパスタで。